ボートレース下関の海峡ドリームナイターシリーズ3日目最終カードを迎えます。第12レースの予選は C ボート特選です。スタート展示は4号艇深井俊久ピット離れ遅れましたが本番は互角ということで 1,2,3,4,5,6 枠なりとなりそうです。対戦メンバー1号艇吉永則夫、2号艇小林康、3号艇山本周一、4号艇深井俊久、5号艇茶谷真嗣、6号艇松尾祭り、以上6名です。1,2,3,4,5,6 枠なりの陰線、人気は1号艇吉永則夫、1マークで蹴りをつける逃げ、そして吉永スピードで突き放すような、そんなレース展開となるか。相手として注目2号艇小林康が2コース、3コース3号艇山本周一、本番定番通り4コース角に4号艇深井俊久、勝てば通算999勝、いよいよ戦勝に王手ということにもなります。深井5コース5号艇茶谷真嗣、大外6コース6号艇松尾祭り、枠なり3対3、第12レース予選は C ボート特選です。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1コース1号艇吉永、好スタートを決めています。さあ1号艇吉永がスタート決めて全速で逃げる、そして刺す2号艇小林外行って、3号艇山本後から4号6寄せつけずに逃げています。1号艇吉永乗りは盤石の体勢、2番手以降ですが大接戦、5,2,3、そして外に4番、内から6番でスタートは前提正常でした。2番手さばき合いですが5号艇の茶谷が先に回る、3号艇山本外を一角こうなって懐、2号艇小林、2番手は5号艇茶谷が一歩優勢か、3番手が3号艇山本と2号艇小林の攻防、レースは2周目、2番手は5号艇茶谷が1停止半くらい抜け出して3番手2号艇小林、外は3号艇山本、今度は2号艇小林、2番手目指して潜り込む5号艇茶谷が包んでかわす、懐は4号艇3号艇というところですが、3番手は一気に2号艇小林が2停止3停止リード、そして今度は2番手に接近してきます2号艇の小林です。2番手争い5号艇の茶谷に対して2号艇小林、あるいは3号艇山本と接近、2周2マークですが3号艇のここは山本が先に回る、2番5番が相次いで旋回ですが、2番手さばき合いから2号艇小林が浮上となって3番手が今度接戦、5号艇茶谷と3号艇山本の攻防です。1号艇吉永トップで最終1マーク、2番手2号艇小林、そして3番手5号艇の茶谷が先に回る、3号艇山本外ですが若干5号艇茶谷が3番手優勢、しかし食い下がる僅差の4番手に3号艇山本です。今日はそれほど飛ばしていかないかという1号艇吉永則夫、きっちりターンマークを回っている印象でトップで最終ターンマーク、2番手は2号艇の小林康、3番手5号艇の茶谷真嗣に対して3番4番もつれ合って5号艇茶谷が3番手完全に振り切って 1,2,5 第12レース1着1番吉永ゴールイン、2着2番小林ゴールイン、3着5番茶谷ゴールイン、あとは3番4番6番の順でゴールイン。第12レース確定をお知らせいたします。1着1番